こんにちは。PlayStation VR2 Sense コントローラーの設計を担当した Igarashi です。DualSense ワイヤレスコントローラーの設計も担当し、アダプティブトリガーやハプティックフィードバックなど、没入感を高める機能を搭載しました。PS VR2 Sense コントローラーにおいても、同様の機能を搭載しつつ、持ち心地の良さを維持しながら、新たに開発した指検知センサーや、高精度なトラッキング性能を実現させることで、より没入感を高めるゲーム体験を提供することを追求して設計しました。では、分解を始めていきたいと思います。まずはストラップを外します。矢印の反対側に回すと取り外すことができます。PS VR2 Sense コントローラーは球体からくり抜かれたようなオーブ型の形状にしました。これは後ほど説明するコントローラーの向きや位置のトラッキングに利用する赤外線を発光する IR LED を理想的な位置に配置するためにこの形状を採用しています。動作中または充電中はグリップエンドのステータスランプが白く光ります。外装のカバーを外していきます。コントローラーの動きをトラッキングするために内部で発光した赤外線を透過する素材を使用しています。このカバーは重心バランスを調整するために徹底的に軽量化を行いました。カバーを外すとトラッキングのためのリングが出てきます。取り外したリングには14個の IR LED を搭載しています。この LED はそれ以外の場所にも3つ搭載しています。これらの赤外線の光を VR ヘッドセットに搭載されているトラッキングカメラで捉えることでコントローラーの位置や向きを検知します。コントローラーがどんな向きであっても正確に検知ができるように LED の配置を最適化しています。さらにグリップを分解していきます。DualSense ワイヤレスコントローラーと同様によく見るとグリップカバーに小さい三角、丸、×四角が刻印されています。では次にトリガーボタンを外していきます。トリガーボタンには指検知センサーを搭載しています。指検知センサーは静電容量式でトリガーボタン以外に中指で押し込むグリップボタン、親指で操作するアクションボタン、スティックにも搭載しています。このように片側のコントローラー5箇所に指検知センサーを搭載することでボタンを押さなくても触れるだけで指を検知できるようになっています。これによりゲームプレイ中に自然なジェスチャーによる操作が可能です。グリップ内部です。グリップボタンが見えてきました。その下にバッテリーがあります。グリップ内部を分解していきます。まずはハプティックフィードバックユニットを外します。このユニットの中のアクチュエーターが動作することで、様々な触覚を手に伝えていきます。このユニットは、DualSense ワイヤレスコントローラーに組み込まれているものより小さく、PS VR2 Sense コントローラー専用に設計したものです。次に、スティックのついた基板を外していきます。アダプティブトリガーを外していきます。これがメインの基板が乗っているフレームになります。続いてアダプティブトリガーをさらに分解していきます。カバーを外すとモーターとギアが見えてきます。このモーターによって白いギアから黒いレバーを動かしてトリガーに反発力を与えていきます。指の動きに合わせてこの反発力を調整することでいろいろな感触を表現しています。この仕組みはDualSense ワイヤレスコントローラーも同様ですが、PS VR2 Sense コントローラーのグリップに収まるように
形状を調整しました。こちらが PlayStation VR2 Sense コントローラーの全部品です。PS VR2 Sense コントローラーは没入感を高める機能を搭載しつつ、持ち心地を損なわずに重心バランスの調整と軽量化にこだわって設計しました。皆さんぜひこのコントローラーをお使いいただいて、今までにない VR 体験をお楽しみいただければと思います。